ロシア連邦道路網赤線は、それらのうち7つの幹線道路からなるシベリア横断道路ロシア都市間公共交通機関のシェア本校では、ロシアの交通と運輸の歴史や現状について述べる。ロシアの主要鉄道網ロシア初めての鉄道は1837年、サンクトペテルブルクとその郊外のチャールスコエセローを結ぶ鉄道であった。 主要幹線のモスクワ・サンクトペテルブルク鉄道は1851年に完成している。現在、ロシアの鉄道のほとんどは国営の株式会社、ロシア鉄道によって運営されている。全国的な標準のレール幅は1524ミ、mm、リメートルで、日本の新幹線よりも広く、3人掛け座席が通路を挟んで並べるほど車内は広い。この期間は、 旧ソ連諸国共通で、隣接するモンゴルやフィンランドなどにも存在し、国際列車が走っている。なお、機関の異なる中国や、東ヨーロッパ諸国、サハリン島の狂気船には、客車の台車を交換して直通している。電化方式は、直流3000ボルト、交流25000ボルト50ヘルツである。旅客車は、客車が中心だが、電化区間には、電車列車も走っている。 モスクワ・サンクトペテルブルク間 654km には、従来有名な寝台特急電車、アカイア、エクスプレス、メガポリスなどが走っているが、近頃高速特急電車、ソコルが収益し、最高速度時速 250km で2時間30分で結んでいて、2009年にはシーメンス社のサプサンの輸入が始まり、今後さらに高速化される。 現在のところ在来線経由であり、専用の高速新線も建設中である。シベリア横断鉄道は2002年に全線電化され、伏線加工時も進行中である。メシタオ州、極東間を結ぶ貨物輸送ルート、シベリアランドブリッジの宣伝に努めている。1960から70年代の中層対立の、最中に、バイカルアムール鉄道の建設も急ピッチで進められ、 1984年に完成し、はじめは外国人には解放されなかったが、最近は特に大ェトからセベルバイカルスクは観光用にも解放されるようになった。この他にロシアには 1067mm 機関は唯一、かつて南半分が日本領であったサハリに存在する。 第二次世界大戦後の戦時賠償で日本から送られた D51 型蒸気機関車が使われていた。また近年では1980年代に富士重工で製造された D2 型ディーゼルカーや1990年代に無償援助で送られた JR 東日本のキハ58系が活躍していたがキハ58系はすべて廃車された。以上、長距離鉄道及び 地方鉄道の他に大都市近郊での中距離電車の運行もエレクトリー地下という名称で盛んに行われている。各社は中央通路の両側に3人掛けのベンチが向かい合わせるように並んでいるのが普通である。モスクワ近郊の拡大マップが入ったロシア連邦道路網マップ社は右側通行。ロシアの大都市では都市計画により整然とした広い大通りが確保されている。 乗り合いバス、マルシュルートか、トロリーバス、路面電車の運行が行われている。タクシーは、駅、空港周辺近く以外は、比較的少なく、街頭では白タクがよく使われている。自家用車については、1990年代以降、極東ロシアを通じて、日本から中古車を輸入してきたが、2000年代後半に、 入ると冬中間層の増大で新車の販売台数も増えてきている。モスクワとサンクトペテルブルクでは市の周りに自動車専用のそれぞれモスクワ環状道路とサンクトペテルブルク環状道路が完成している。ロシアの都市間を結ぶ道路としてはなどがよく知られている。しかし国土が広く寒冷地が多いため地方では舗装状態が良くない箇所も多い。 全国的な自動車専用高速道路網は未発達である。例えば、ロシア第二の都市、サンクトペテルブルクでは自動車専用道路はサンクトペテルブルク環状道路が一部を除いてほぼ完成しており、最近誘致した外国企業の工場はほぼこの環状線に沿って配置されている。しかし、首都モスクワへ至る道路は自動車専用高速道路が未完成であり、 通常道路の M10 幹線道路が大動脈となっている。この M10 幹線道路は、ノブゴロド州に入るまでは片側2車線、その後は片側1車線で時々追い越し車線、または左折車線があるなどとなっていて、モスクワ近辺ではこの逆となる。しかし、2018年の末にはロシアで初めての長距離高速道路は、モスクワ3区トベル区間に完成する予定である。 ソビエト連邦時代の空軍基地ロシア連邦航空輸送庁のデータから作られた航空機利用者数の年間推移ロシアを代表するフラッグキャリア航空会社はアエロフロートロシア航空である旧ソ連時代から国内外を様々な関連会社を通じて旅客貨物のサービスを行っているソ連崩壊以降はその他の航空会社も続々と設立され国内線 国際線ともに路線を拡大している。機材はロシア、旧ソ連製の入りシン、ツポレフ、スホーイ、アントーノフなどを使用している航空会社が多かったが、近年はエアバス社製やアメリカボーイング社製の機材を導入する航空会社も増加している。主要なロシアの川、一覧ロシアの水上交通の港を以下に示す。他、北ドビナ川、ネバ川、スビリ川、 シベリア地域では、エニセイ川、レナ川などの川が利用されている。他の交通機関とのハブとなる町には、ウスチクーとブラーツク島がある。資源大国のロシアには、石油と天然ガスのパイプラインが多数あり、多くは国内及びヨーロッパ諸国へ送られている。ロシアの書店で一般に売られている地図には、それらが詳しく載っていて、ロシア人の関心の深さがわかる。近年、 東シベリア油田が開発され、産出された石油を太平洋岸まで運ぶパイプライン、東シベリア太平洋石油パイプラインの建設が進んでいる。今アンガルスクまで来ており、そこからバイカル湖の西を通って北へ行き、湖の北岸を通り湾鉄道に沿って東へ進み、アムール州スコボロディノへ向かい、そこから中国の太平洋油田に行く支線ルートと、 アムール川に沿ってハバルフスク経由でシベリア鉄道に沿ってナホトカへ達する本線ルートがある。モスクワ近郊の拡大マップが入ったロシア連邦道路網マップ社は右側通行。ロシアの大都市では都市計画により整然とした広い大通りが確保されている。乗り合いバス、マルシュルートか、トロリーバス、路面電車の運行が行われている。タクシーは駅、 空港周辺近く以外は比較的少なく街頭では白タクがよく使われている。自家用車については1990年代以降極東ロシアを通じて日本から中古車を輸入してきたが2000年代後半に入ると遊中間層の増大で新車の販売台数も増えてきている。モスクワとサンクトペテルブルクでは市の周りに 自動車専用のそれぞれモスクワ環状道路とサンクトペテルブルク環状道路が完成している。ロシアの都市間を結ぶ道路としてはなどがよく知られている。しかし国土が広く寒冷地が多いため地方では舗装状態が良くない箇所も多い。全国的な自動車専用高速道路網は未発達である。例えばロシア第二の都市。 サンクトペテルブルクでは自動車専用道路はサンクトペテルブルク環状道路が一部を除いてほぼ完成しており最近誘致した外国企業の工場はほぼこの環状線に沿って配置されているしかし首都モスクワへ至る道路は自動車専用高速道路が未完成であり通常道路の M10 幹線道路が大動脈となっているこの M10 幹線道路は ノブゴロド州に入るまでは片側2車線、その後は片側1車線で時々追い越し車線、または左折車線があるなどとなっていて、モスクワ近辺ではこの逆となる。しかし、2018年の末にはロシアで初めての長距離高速道路はモスクワサンクトベル区間に完成する予定である。ロシア連邦は人口あたりの交通事故死リスクが世界的に見て高く、 交通違反を取り締まる警察官への不信感が根強く広大な国土に加え職務怠慢な警察や汚職が横行し衝突事故で目撃証言が有利に働くことがない法制度から他国でドライブレコーダーが普及する以前から車載用デジタルビデオレコーダーは必需品となっており世界で最もドライブレコーダーが売れている国家の一つとも言われ2012年には 30万から150万台が販売されたという推定がある。このため2013年チェリアビンスク州の隕石落下では、市街地の上空を引きながら通過していく隕石の様子を自動車に設置された多数のドライブレコーダーが撮影しており、一般市民による多様なアングルからの隕石落下の映像がニュースや動画共有サイトを通して世界中に公開された。 ソ連時代の間でも、モスクはハバルフスクとの間に、定期便が就航していた。ソ連崩壊後は、極東ロシアを中心に、日本各地に直行便が相次いで就航し、最盛期には、札幌、函館、青森、新潟、富山、東京、名古屋、大阪、北九州の、計8から9都市前後との間に直行便が就航していた。特に新潟は、 ハバルフスク、ウラジオストク、イルクーツクの3都市は乗り入れ、シベリア方面への中心地となった。しかし、近年、政治、経済的な関係悪化などの影響で、相次いで、ロシアとの航空路線は、撤退、減便、縮小となり、2011年には、ロシアとの間に、通年運行の直行便が残る都市は、札幌と東京のみとなった。以下に挙げる便は、定期便のみ。 成田国際空港発の極東路線は一部がプログラム定期チャーター便である。運航路線撤退路線運航航路廃止航路。ありがとうございます。